Hey yo, what's up guys? さあ始まりました、カサコの指宿ナウ。どうぞよろしくお願いします。さて今回はですね、はい、待ちに待ったキックフリップ企画を行っていきます。イエーイね、コメントにもね早速いただいてたんですけども、そろそろ How to をということでね、はい、キックフリップ、はい、もうねそれね考えてたんですけど、今日はキックフリップとは何ぞやということで、キックフリップのねもうスーパースローをね捉えて、まずはキックフリップの綺麗な形をお送りしようと思います。はい、慌てないで、ハウトゥーもちゃんとやるからね。今回はハウトゥーではなく、キックフリップを綺麗に撮ってそれをアップします。そのスローなんですけども、僕の持ってるこの iPhone、 最近ね iPhone12 が発売されたんですが、これ11 Max でも結構綺麗に撮れるんですよ。はい、 FPS もだいぶ上に上がっててね、もうすごい滑らかに撮れるんで、今日はこの iPhone 使って綺麗なキックフリップを様々な角度から押さえていこうという感じで進めていきます。よろしいでしょうか。それではね、早速この iPhone でキックフリップ撮っていきます。ではまず一発目、ちょっとずれたな。で、綺麗に撮ろうと思ったらね、このぐらい綺麗なエアキャッチじゃないと、ほんと、こいつね、全部見てるんで、ごまかし効かないです。いえ、今みたいにね、こう、後ろキャッチで、キャッチできたらね、最高に気持ちいいんですよ、これ。指スケーターならわかるはず。そして、スケーターでも、この話なら、わかってもらえるはずです。ってことで、今日は iPhone でちょっと久々に色々撮っていこうかなと思います。それでは最後までお付き合いください。指宿ナウ、イエThank you.
以上になります。いかがでしたでしょうか。まあね、スローで割と撮れたんじゃないでしょうか。まあ、キックフリップね、キックフリップのコツはいくつかあるんですけど、まあ簡単に言うと人差し指のくぼみをうまいこと使うのがコツになります。まあなんかその辺はハウトゥーの方で詳しくお伝えできればなと思うので、今回は、はい、キックフリップのスーパースローの映像でした。今日の指スケナブ以上になります。いかがでしたでしょうか。指付けのね、キックフリップできるようになると、何がいいかっていうと、やっぱりね、バリエーションが増える。やっぱり楽しみも増える。それから、まあ、飽きないというかね、やっぱり、オーリーだけだとね、どうしてもね、限界が来てしまうんですけど、キックフリップを覚えることによって、ちょっとしたギャップとか、そういうところでもちょっと遊べたりとか、まあ、バンクになってるところでちょっとフルッとね、回して遊んだりとか、そういうなんか楽しみの幅が増えるっていう意味では、キックフリップっていうのは、やっぱりマスターすると、全然指付けライフが変わってくるんじゃないかなと思います。はい、ってことで今日の指付けナウ以上になります。指付けのスーパースローいかがでしたでしょうか。またコメント欄の方でその、感想など書いていただけると僕も嬉しいです。はい、そんな感じで今日の指付けナウスーパースローでキックリップでした。ありがとうございました。指付けナウバイバイ。おっと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 ね、あ、ちょっとライト最後1本決めないとダメですよね。決めます。うー、やっぱねキックフリップのやり方はまた別格ですね。はい、ありがとうございました。バイバイ。